お布施町は長野県の北東に位置する町。長野県内で最も面積の小さい自治体である。葛飾北斎をはじめとする歴史的遺産を活かした町づくりを行っており、今や北島の地域有数の観光地として認知度も高くなっている。本校では調整前の名称であるお布施村についても述べる。蕎麦。 後白川の陰性期に出された荘園の保護を求める申請書に、行為の巻、登場僧などの名が見られる。元略元年2月、平家木官僚となっていた、登場僧仮多号について、源頼朝が、平重忠正に官府を認めた。室町時代の10年間続いた、大江の平和と言われる時期に、上皇寺の薬師堂が建立されている。信濃国が、 室町幕府の直接統治を受けた時期に、この地の国人であった、高梨様之助長衆が、所領の実態究明を迫る、幕府大官の命に反抗して長域を呼び、近隣各地を戦場とした。応仁三年、高梨聖高と井上聖家との間で、狩り、多郷の領有をめぐる、争奪戦の舞台となった。高梨氏は、戦国時代までこの地を支配していたが、 越後の植杉氏に侵入し、植杉氏が豊臣政権により合図に違法されたことに伴い、この地を去った。江戸時代には天領であったが、戦国時代の猛暑福島生息が、江戸幕府によって、広島藩五十万国から川中島藩二万国に連邦されて、終焉の地となった。1742年、犬の満水、漢方の大水とも言われる千曲川の大洪水で、 町域にも広く被害が及んだ。幕末には、豪商、高井博志山が招いた、葛飾北斎や佐久間昌山、小林一皿当時の一流文人との交流の地となった。常備消防事務は、須坂市消防本部に委託している。オブセクリオブセ駅道の駅オアシスオブセオブセパーキングエリア一般道路は、町内を南北に国道403号が通過し、 千曲川の大岸地域にわずかながら国道18号が通過している。高速道路は上信越自動車道が通過し、オブセパーキングエリアとハイウェイオアシスが設置されている。開業当初、町内にインターチェンジは設置されていなかったが、 2005年4月24日から2006年3月31日まで、オブセパーキングエリアにおいて、スマートインターチェンジの社会実験を実施。2006年10月から、オブセスマートインターチェンジとして、正式に稼働している。オブセ町立図書館町と、諸寺蘇岩松院千曲川の、洪水水氷町内には12の美術館、博物館が存在する。 北斎館が完成した1976年には、町内の美術館、博物館への入館者数は5万人ほどだったが、町並み集計事業が行われた1980年代、半ばに入館者数が大きく増加し、年間30から40万人を集めた。1993年の上信越自動車道、須坂長野東インターチェンジ開通時と1997年の、 北陸新幹線一部先行開業時にピークを迎え、両年には90万人前後の入館者を集めた。その後は、前言傾向にあるものの、60から70万人ほどの入館者がある。2017年2018年9月、町内で、スラックラインの全国大会が開催された。ありがとうございます。